こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の木です。今日はね、またゲーム対決をしたいと思うんですけど、じゃあね、ゲストの方呼びたいと思います。ゲストの方、どうぞ。あ、こんにちは、ぴょこたんという名前でですね、こういう感じの漫画を描いてるものです。今日はね、ぴょこたんが遊びてくれたんで、はい、ゲーム対決するっていう感じですね。はい。でね、ゲーム対決するゲームはこちらなんですけど、こちらね、なんかね、ぴょこたんがやりたいってことで、いや、いきなりこう入ってきて、今までなかったのがここにあったんで、しかもこのハンドルといいね、これ、一月ぐらい前に入ったばっかりかな。あ、やりましょう。じゃあでね、このゲームでは、ゲーム対決したいと思うんですけど、まあ、このゲームね、スキルゲームなんで結構ね、力の差が出やすいんですよ。あ、で、ちょっと五分五分の勝負だとちょっと厳しいかなっていう。さっき僕、はい、2回だけやったんですよ、うん、2回やった感じで、なんとなく、岸さん、今まで人生で何回ぐらいやったんですか？今まででテストも100回以上やってるかな。あ、でも僕、勝てる気がするんですよ、なんか。おー、そうですか。飲み込みがすごい早いし。なるほど。ただ、ハンデはちょっとつけてほしくて。はい。で、どんな感じにします？何回やります？全部で。そうですね、まあ、私がこの前動画で撮ったのだと12回でゴールできたんですよ。あ、結構だからハードだから、岸さんが1回やるごとに、うん、僕に2回やらせてください。なるほど。そうすれば勝てる。勝てる。なるほど。じゃあそれでいきましょうか。で、もしじゃあ10回やってクリアできなかったら、うん、引き分けだったら僕の勝ち。なるほど、わかりました。じゃあその条件だ。10回でクリアできなかったら僕の勝ちですよ。なるほど。その前に僕はクリアするって自分では思ってます。なるほど、はい、私もでもこれね、結構うまいんで、はい、そうはございませんよ。お願いします。じゃあね、まあ条件が決まったとこで、やっぱりほら、勝負が勝ってるってことは何かかけないとね。そうですね、そうですね、はい。もしね、私が勝ったら、これね、今年の頭に発売になったばっかりなんですけど、日本安かし10円ゲーム大会ね、まあ、このチャンネルを見てる方だとご存知だと思うんですけど、これね、通常版の、まあ、廉価版っていう言い方ではない、まあ、特別版ということでね、今年の頭に出て、まあ、好評なんでね、これを、まあ、ぴょこたんのいつもの、まあ、生配信で紹介して、レビューみたいな感じで、はい、まあ、2、3分の甘口動画でね、はい、わかりました。甘口動画で紹介してもらって、動画化もするときも、まあ、入れてもらうという感じでね、はい、2、3分のレビューを。わかりました。甘口で、はい、買ったらね、いや、いいですよね、大判になってるから。そうなんです。写真とかも見やすくなってるから、見やすくなってきてね、はい、しかも安くなってる。そうなんですよ。っていう感じでね、ベタ褒めしますので、ベタ褒めでお願いします。そういうこと僕今まで一切人生でやったことないですから。そうですよ、ね、正直な、もしクソでも僕はそれやらなきゃいけないですけどね。クソの場合でもやっちゃってポリシーに反しないですか？いや、反します。だから負けないです。なるほど、はい。ぴょこたんの方はどうします？僕は前回負けてできなかった、実現できなかったですね、この岸さんのカウンターの後ろに、目指すところ、ね、僕の絵を描いておくと。そうするとこうテレビとかにも絶対に映り込むと。なるほど、はい、わかりました。じゃあ、はい、その条件でゲームをスタートしましょうか。やります。じゃあ先行後攻どうします？先行はとりあえず岸さんにその見本を見せてほしいんで、はい、じゃあ1回2回でまた交互にパターンできますか？はい、はい、一瞬で終わりますもんね。さっき僕やったら、もう 0.2 秒で終わりましたね。これね、本当にね。じゃあちょっとここから、ここにね、現場目。これ弾が出ますんでね。これをアウトに入らないようにうまく。あ、うまいわ、やっぱ。ああ、うまい。これで、ま、外れなんですよね。ゴールに入んなきゃ。左右の穴は外れなんで、はい、真ん中のど真ん中の丸いところにね。もうこれ、こうやって入れるんですか？そうですね。どこ押すんですか？テンポ横。それ、ちょっとね、メッセージスキップできるんだけど。いきますよ。あ、わかりました。もう、ちょっと、わかりました。もう一回ね。今の練習だから。とっとと帰れって言われてますよ。あ、結構その しょぼいところで死んだら暴言吐かれるんですね。絶対疲れるんですよ。しょぼいとなんか鬼軍曹みたいな立ち位置。ちょっと今のはね、全然感覚掴んでなかったんで。そういうことですね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 。そういうことです。はい、わかりました。わかりました。わかりました。そろそろまあ本気を出しちゃおうかな。
いや、これ勝つ、勝ちますね。今、これで2ゲーム目、第2ラウンド。じゃあ、そろそろ真剣にね、この優しく大丈夫、女性だと思う。あー強っ。うわ、簡単に勝っちゃいましたね。いや、まだ勝ちではないですもんね。あ、そっか、じゃああと2回でぴょこたんが勝てば、はい、ね、そういうのですか。一応まあ当たり券、あ、当たりが出るんです。50点券ゲットですね。でも今回は先上がりでしたっけ。先上がりって言ってましたっけ。先上がりでしたっけ。10回中何回だったかじゃないですか。あ、そうなんですか。待って待ってください。ちょっととりあえずこの結果を見てにしましょう。そうですね。いや、あんな簡単にやられたらちょっと、なんか途中でルールより自分にルールに変更してませんか。いや、してないです、してないです。まだ感覚がわからんな。まあまあだって、まあまあだな。あ、そうですね。まだだってラウンド2ですよ、これ。そうですね、2回目ですね。真ん中をくねくねした方がいいんですよ、これ絶対に。絶対的に球がね、暴れちゃうと。そうですね、そうですね。暴れちゃうとこれダメです、これダメですね。わかりました。なるべく真ん中を、はい、こう速度、球の速度が一回ついちゃうと殺せなくなっちゃうんで、はい、じゃあラウンド3で岸さんまだ1ポイントだから、はい、ラウンド3です。ラウンド7まで、10までやって、10までの回数、そうですね、はい、もちろん最初からそういうつもりでしたもんね。本当ですか。だって動画であったら見返してください。別に先上がりなんて一言も言ってないんで。すごいな。すごいですか。でもこれで私がもう一回入れちゃったらもう、いやでも僕もまだチャンスあります。あえてね、1回速度がついちゃうと、もう球の速度を殺せなくなっちゃう。わかります、わかります。ああ、確かにそうだ。クククって感じですよね。もう、ほんと球の速度をつかないように、はい、滑らかに。これじゃあラウンド3の3回裏ですよね。そうですね、の1回目。まあ、僕の方がスキルはどんどん山登り式に上がっていってるんで。そうですね。そうですね。有利という意味ですよ。くそー、まあまあだな。アイテムですもんね。そうですね。海外のね、メーカーからそれライセンス取って、ライセンス制覇したものなんですよね。アイテムはもともとね、ほらビデオゲームのメーカーだったんで、はい、そういう機械式のゲーム作るノウハウなかったんで、ライセンス制覇。これ3回裏の3回、2回目ここだな、もうここ分かってきました。ここなんですよ。まあ、じゃあ4回ですね。いやー、これちょっと次でいける気がしてます。これで4回、もう1回ぐらい入れてもうホールド勝ちを。ちょっと今途中で球の速度ついちゃいましたね。やるじゃねえか。全部そういうのが。これ4回裏ですもんね。4回裏1回目。9回裏にします？9回裏にします。でも10回でいいですよね。もうダメです。10回って最初の約束で。よし。あ、分かりました、分かりました。日々成長していってますね、うん、このゲームやっぱ本当日々成長するというか、プレイするごとに自分の成長が分かるんだよね。そうですね、やっぱもうあの僕の大好きなゲーム、あの山登りゲームと一緒です。うん、飲まれたかな。あれ入ってますね。
ああしまった、これしまった、これしまった、これいかん、これいかん。ああもう終わりでしたっけ。そうですね、2回目。じゃあ5回、5回終わって5回目の表ですね。でもまだ岸さんもなんだかんだ1回だけですね。そうなんですよね。大体だから私もやっぱ1割ぐらいかな、まだ。あうん、たまたまラッキーで入ったんですね。その可能性もありますね。はい、だからやっぱ最初に球の速度がついちゃうともうどうしようもなくなっちゃうし、そうですね、制御不能ですね。まあ、そこにまあ面白いところであるんですけどね。いけるか。ああ危ねえ。うん、やっぱねラストラストかな。ラストですね。いやまさに敵に塩を送るというか、その相手の動きを見て自分も成長できてるんですよ。あ、岸さん、ここ僕ですよ、多分。やっぱね、相手のプレーを見てる、上手い人のプレーを見ることでやっぱ勉強してね、自分に生かさないと。あ、くそ、分かってきた。でもラストまで行くようになったじゃないですか。そうですね、もう時間の問題ですね。でもラストが一番難しいからね、そもそも真ん中行けないですもんね。これ5回裏ですよね。5回裏の2回目。いやもう手がしびれてきました。もう真っ赤になってるもん。集中。あんまこういうハードなゲームが遊んでるということってあんま似合わないですね。いや、そういう話じゃないです。あー、くそ。うーん、どっかいを持って、うん、真ん中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 、よし、そういうやり方。確かにここもう一点決められて しんどいですよ。そう、もう多分あともう何回で一回入るかなっていう。いけるか。あーちょっと早かったね。もうちょっと最後で粘ってゆっくり。なるほど、最後焦っちゃいますね。うん、よしよしよし。いや1対0ですからね。6回裏、1回目。助けてください。これどうすればいいですか。それもう、まだまだ青いぜ。6回裏の2回目いきます。くそ、こっから勝ちたい。こんな難しいんだな。よし、ダメだ。ちょっと4段目で速度がついちゃいましたね。はい、7回表ですね。はい、そろそろギブアップした方がいいですか。いやいや大丈夫です、大丈夫です。さよなら勝ちしたいんですよ。なるほど、さよなら。ツーアウトから9回ごとに 2回とも成功させて勝ちたいんです。今のちゃんと取れました。一回当たって戻りましたからね。あんなのもあるんだ。ああいうのもやっぱりこうアナログゲームの。今のよかったな。こうアウトに外れて戻って入りましたからね。いやーもう嬉しいな。いやーこれ今7回表で2対0なんですよ。でも僕全く諦めてないです。50点券ゲット。この状況でも全く諦めてないんですよ。本当は心折れてるんじゃないですか。いやそこが僕の強さなんですよ。全く諦めてないです。だって9回まで全あ10回まで逆転のチャンスあるんです。プレイ回数はまだ6回ありますからね。そう、あーうわ、まだ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 今7回裏ですもんね。7回裏だから、あとこれ含めて7回。そうです、まだまだありますよ。8回裏、9回裏、10回裏が最後だから。あと7回し逆転可能、逆転可能。そう、あーし、もうダメだ。
大丈夫です、大丈夫です。今のもうダメだ、諦めたんですか。いやー、今のはもうその最初の時点で挙動がもうおかしかったんで。ダメ押しね。もう一点取れたらきついですね。あ、もう一点、もう一点いったらギブアップします。あ、します。あ、そうらしくないね。じゃあも入れたらかっこよかったな。うまいっすね、やっぱ一回死にかけて、いろんな上がり目を見せてくれますね。これ今8回裏ですよね。そうっすね。よし、あと6回あるんだから最大で6点取れるんですよ、とか言いつつもう半分諦めてんじゃないですか。いや、諦めてないです。あー、くそー、ちょっとやっぱスピード出ちゃいますね。左右にぶれ振られたら負けだわ、これ。そうなので、なるべくこう速度がつかないように優しく上げるのは結構、はい、もう慣れもあるんですけどね。でもあれですよね、やっぱ緩いとかじゃないですね、もうキュッキュッキュですよね。欲しい。これ8回目、9回目9回おまたです。いや、あと4回中2回成功させないと、とりあえず同点なら僕の勝ちですか。そうね、はい、から復帰できるんですね。でももうやっぱあれを入れないと、あれ入れたらよかったんですけどね。あそこから復帰したら夢ありますね。くそー、あとつまりこれ9回裏、岸さん2点、僕0点。ここからが本当の見せ所ですから。こっからだった。5段目まで良かったのにね。でもそっからなんかこれ角度が増してってんですよね、多分。狭くなって角度が増してってんのかな。やらしいゲームだな、ほんと。山登りゲームもね、結局最後で縛ってますもんね。読めました、読めました。次10回裏でここ岸さん入れたら勝ちですよ。そうですね、もう、そうですね、KO 勝ちですよ。 KO 勝ちか。僕の裏の攻撃を待たずして KO 勝ちもいいですね。おお、いやでも確実にそこ入れてきますもんね、最後の段まで。やっぱラストを入れますね。でも僕これで両方入れれば僕の勝ちになりますんで、結局引き分けなんで10回最終勝負いきます。第1打をこれ入れないと、はい、大丈夫です。これ、ま、外したらもう負け確です。そういう時しか僕本気で出せませんから。なるほど、追い詰められて力を、追い詰められたらめちゃくちゃ力出します。終わりです。終了です、ね、じゃあ結果発表ですね。私が、ね、10回中2回入りました。りょうこたんはね、はい、無得点ということです。じゃあね、約束通りこのね、コンビでしか買えない日本の使い10円無駄っていうね、特別版をりょうこたんはね、生配信で、まあ、3分ぐらい甘口レビューお願いしますよ。あ、わかりました。でね、動画化もお願いします。わかりました。甘口でね。じゃあね、この約束ちゃんと守ってるか皆さんもね、チェックしてみてくださいね。じゃあ今回はね、ひょこたんとヒルクライマーのゲーム対決しました。ではね、次の動画も見逃さないようにチャンネル登録お願いします。それでは
さよなら。全国のちびっこ諸君、免許持ってないけどヒルクライマーなら遊べるぞ。